はい、お待たせいたしました、最終戦始まる前に、3回戦終了時点で、総合得点ですね、はい、を確認していきましょう。ワクツが、トータル総合2位ですね、うん、プラス 126.0 ポイント、この卓の中では1位ですね、そうですね、今ので、はい、そして泉が、トータルで3位、プラス 109.8 ポイント、そして秋がプラス 50.7 ポイント、清水が 10.4 ポイントという総合得点になっておりますが、はい、始まる前に、山井さんおっしゃっていましたが、はい、この卓で1位になっておけば、うん、まあ、ほぼ確実だろうと、はい、100% と言っていいと思います、はい、ということは、まあ、ワクツは、まあ、泉より上の着順だったら、そうですね、ほぼ決定戦確実と、はいはい、いう状況です。泉は逆にどうですかね、安田とのポイント差が約10ポイント、泉はそうちょうどプラス 109.8 ポイントで、はい、安田よりは上なんですよ。ただもう、あと運任せになっちゃうんで、あとはもう、はい、安田次第になっちゃうので、やっぱりここはワクツをかわすっていうのは大事です。ですね、はい、はい、ワクツと泉のポイント差が 16.2 ポイントと、はい、なっております。はい、それでは対局の準備ができたようです。第9期女流王家プレーオフ A 卓、最終戦統廃の開始です。はい、始まりました。最終戦は、中茶から二階堂秋南茶に、ワクツ秋、シャー茶に清水香織、ペイ茶に泉幸子と、なっております。トン一曲ドラガーウーマン。さあ、これ秋ですが、どのぐらいの条件になってくるんですか。はい、秋はですね、はい、まあ、とりあえずワクツをかわすんではなくて、泉ですね、はい、まず泉をかわす条件としてトップラスで 43,100 点差、はい、まあ、その後泉かわした後にワクツが見えてくるという感じですね。つまり、まあ、6万点7万点のトップが必要、そうですね、ということですかね、はい、現実的なところとして、はい、まあ、6万点のトップを取ると、はい、一応安田に近づくので、まあ、できるだけ安田に近づけて、最後泉をまく、はい、泉をまくんないと、もう一人かわさないと秋はもう可能性ゼロと言っていいですので、そうですね、はいはい、この卓から3人出ることはないです、はいはい、さあ、トン一曲ワクツがトン南白と統一ですね。ただ親番の秋も、いいですよ、うん、これ単品、そうですね、単品ドライチの、はい、勝負でですね、はい、ワクツは、まあ、できるだけ曲を早く回したいですね。そうですね、あとできるだけ泉との差をつけて、さあ、ワクツ何からポンしていきました。ピンズの本一。さあ、清水はこれかなり苦しいですよね。うん、清水はね、もう、まあ、10万点とか、そうですね、10万点、うん、最低10万点のトップが必要ですかね。そうですね、泉と8万点以上の差とか、そういう条件ですから、はい、まあ、親番でもいかに大連チャンするかですね。まあ、冒頭であったよね、はい、東が13万点の、はい、まあ、そういうトップも、ね、取る可能性もありますから、はい、あとダブル悪魔もありますよね。そうですね、はい、親番がある限りはね、やはり、はい、ギリギリまで戦うと思いますよ、はい、さあ、秋6戦オールまで見えるイーシャンテになってきました。泉もイーシャンテ、この白をワクツがポンして、ワクツもイーシャンテンです、うん、ンテン、これね、でもね、もうひるむのがね、泉はひるむと思う。あ、テンポ入った、テンポ入ったね。リッチャンタもあるから、ローマンキティアミテン、あ、リッチもあるんですね。ローマンキティアミテン、いろんな選択肢ありますね、これ。ローマンキティアミテンが面白いけどね。チャンタイペイコ、ゴーニカ、でもリーチもあるか。どうかな。ウッパーマンでのリーチが、まあ、手堅いのはウッパーマンリーチですよ、はい。はい。悩んでいますが、シャンポンに構えるっていうのはないですかね。シャンポンはちょっときついね、はい。リーチは打つと思いますけどね。いやもうね、みんなが来るから、やっぱりアミテン、ウッパーマンの方がいいかもしれないね。ウッパーマンで。やっとシャンポンだ、闇点、シャンポンの闇点、なるほど。うわー、キーウーマン入れた。これは勝負手のリーチ、老朽層待ち、6戦オールまであるね。さあ、このリーチ、アクツはこれもいかないですよ。あ、チュンだ。 あ、そっか、このチュン、泉の選択。あ、これはうまくいったね。これはうまくいきました。これは2人にとっては、ワクツにしても、まあ、悪くないですよね。まあ、うん、秋に打つと考えればね、秋に積もられる分には別にワクツはいいんですよ、はい、た
ただ泉の選択はね、本当そうですね、ハマったね、なかなかシャンプー普通は9万打ってリーチで、まあ6万切ってヤミテンもあるし、はい、シャンポンヤミテンか、まあうまくいきましたね、伸びた、はい、いやこれは大きな上がりずに、秋はね痛かったね、今そうですね、本当勝負手で良かったから、6000オールまでそれ積もれば、積もってから、ね、そうですね、はい、積もってからもう一上がりまだかいるけど、さあトンニー局は靴の親番です、ドラが2万靴はこの手牌、ソーズの一色手が見えますがドラが浮いています、さあこちらですね、親番の靴の手牌、清水は最後の親が落ちるまではまあそうですね、ある程度普通に、はい、普通に戦いますよ、まあ、思いますが、はい、当然そうですね、はい、さあ今度は泉に白チュンと統一、初が1枚という手牌、うん、わあ靴これは想像が伸びてきます、靴もね今勝負手が、ね、だったんですけど ね、 そうですね、さあこの2枚目は泉ポンしますね、1枚目からポンしていきます、うん、さあこのチュンもポン、これはプレッシャーかかりますね、結構ね、流派1枚出てますけどね、ソーズの本一に向かいます、うん、おっとこの泣きで秋に天牌が入りました、ロキューピン点だね、現物これは相当上がれそうかな、まあね、もう出そうですよね、あ清水はいかないか、さあ泉にシャンテンだ、いつになったらリーチかな、秋ちゃんもね、はい、うん、そうですね、うん、はい、泉の点数が313と表示されていますが、うん、秋のリーチ棒があったので323ですね、そうですね、3300点ですね、ですね、テロップはね間違ってますね、はい、さあこの嘘、泉のポン点が入る、お老朽層待ち、さあ老朽層対老朽ピン、まあさすがに老朽ピンのはね現物ですからね、そうですね、今にも打たれそうな、ロキソかなり薄い、今靴は難しいかな、うん、小さも打ちづらいですからね、はい、三ピンか、おーでもお、これ仕掛けあれ、あそうですね、ロキソ振り点ですね、あれ、あれ本当だ、今日ちょっと全然いつの間にこれ鎮逸いくのか、うわすごいね、マンズいろいろすごいですね、9万はね秋の欲しいところですよね、そうですね、なんかね、変な感覚だったんですよ、なんか6球層待ちが薄いなみたいな感じで、でも自分で切っててみたいな、はい、あれみたいな、これリャンマン行くんでしょう、ピンズ行くんでしょうね、あリャンマンドラか、そうですね、きついね、チートにしましたね、はい、清水は、一番これはあリーチするか迷ってるのかな、なるほど、靴は鎮逸のいいシャンテンですが、うん、酸素がもうないですからね、はい、はい、うわさあこれはちょっとどちょんぱいですね、これはちょっと打てないかな、あ打ちますね秋、うん、老朽ピン待ち相当自信ある、ね、そうですね、はいはい、まあ、清水がどれぐらい持ってるかっていう、清水には老朽ピンは4枚、うん、場に2枚残り2枚います、あこれシャンポンに変えますか、金間になりましたね、金間になりましたね、イソーパーソー、イソーパ
そう。いるのかこれ。いそう一枚。スライドします。あ、テンパッテンパイ取った。一応経点ですね。はい。阿久津まだまだ連チャンしようと。いそう一枚ですね。パスはないですねもう。はい、さあきこれで単品に変化しますが、今打ちますか。リーチ行きましたね。リーチに行きますね、はい、ローキューピン待ちでリーチ。さあ枠土チーピンは筋、うん、これ行くでしょう、はい、さあローキューピンは残り2枚です。うわーローソー上がりの足ただこれはさすがにシャンポンに受けますよね、振り点ですから。おっとだろう、そういった。まあさすがにポンはしなかった。そうですね。あ、ローピンだ。あ、これやめるかな。これはやめそうですかね。これはあ、いった、いったわ、靴。これはちょっとどうでしょうね。ワンチャンスですよ、チーピンがね。7700、はい、秋が、年単品ドライチ7700の上がり。ただね、3回戦もなんかこんな感じなんですね。そうですね。でもトップになった、はい、パワーがあるんだね。これぐらいヘッドも生まないんでしょう。はい、さあ、トン三脚、清水の綾番です。ドラが両ピン。さあ、これで、泉が枠競り上に行きましたね。現状ですけど。ただ枠競りハイパー結構良かった。打ってもね、ハイパー落ちないですね。そこがすごい。ちょっと見えませんが、マンズがかなり多い形。秋は2差しの3色が見える形ですね。マンズが伸びますね。またなんかここはマンガン打って羽マン取り返すような予感がしますけど。ああ、またマンズだ。うわ、すごいツモだ。押し寄せるね。はい。パワーがすごい、ね。キモい嘘引きました。ピンズ。親番の清水もいいシャンテン。あと裏そば残しましたね。はい、泉もいいシャンテンです。この白は枠つなくか。泣いていきました。うん、テンパイですね。スチマ、スチマのテンパイですね。さあ、ワクツがスチマのテンパイです。9万入るとトイトイみたいな。そうですね、トイトイ3個も9万入ったら泣いてパーマ打ち567待ちみたいな。そうですね、面前、面前でというか自分で9万積もってきたら待ち替えるか。そうです、出てもですけどね。出たら泣かないんじゃないですか。どういうこと。ああ、パーマあるね。スチーマンパーマ、スチーマンパーマンですか。あ、すいません、そうですね、カンパーマン。あ、こ、あ、スーマンツモですね。白本一で1200のツモ上がり。淡々と進んでます ね、 ですね。さあ、今夜の曲、泉の親番ドラがウーマン。この親は枠つ連チャンされたくないです。あれ、マグネットが動いてないですね。泉の親番です、今夜の曲。泉はね、枠つとトッププラスだとほぼ、200差なんで、はい、ほぼ大丈夫ですね、はい、ほぼというか、まあ、大丈夫で、トップ3着だとね、4200差だから現状をかわしてますよね、はい、そうですね。トップ3、あ、2着3着か、今2着3着だから8ポイントだから、まだは靴の方が上ですか、今の上がりで。
8点差が、そうですね、靴の方が上ですね、そうか 5.3、はい、13.3 ですからね、はい、はい、2.9 ポイントか、うん、そうですね、靴の方が上ですね、はい、トップ3着だと OK ですね、泉はトップになれば OK、ね、うん、このまま終わると、来週の安田は絶対に浮かなければいけない、そうですね、はい、安田に一応プレッシャーかけれるん で、はいでね、はい、あとはもう安田の力次第ですよね、このまま終わればですけどね、はい、まあ、和久津も泉も最悪、はい、安田より上に行っとくっていうのが、ね、そうですね、はい、大事ですよね、まあ、どうしてもまくれない場合はね、まあ、二階堂清水もそうなんですよ結局、はい、当たりをかどっちかかわしとかないと、そうですね、はい、泉がいいシャンテン、泉この親番でちょっと上がりたいところですね、そうですね、はい、ガツッと上がるとかなり楽なんですけどね、泉がいいシャンテンですね、あとね清水と二階堂秋は、はい、安手でも買わさないですよね親を、できるだけ親を多くやりたいんで、はい、曲を多くやりたいんで、はい、安い手でやっぱ買わさないですよね、うん、でも泉今はラスか、ごめんなさい、和久津が今ラスですね、ラスでしたね、すいませんでした、2着ラス、はい、2着ラスだと、4812変わるから4200差変わってますね、はい、そうですね、 1.1 ポイント泉の方が上です、はい、失礼しました、はい、まあ、まだ全然差もねないんで合ってないような、はい、さあこれで一応観浪走か一応短期にも構えれるかゴロチ見るんだったらね、そうですね、急走切っての仮点か、ただ、これは短期に、うん、嘘短期に、そうそう、仮点取ります、まあウーマンとかね引いたらウッパーマンとかにできるってことですね、はい、なんかいい短期になったらってことでしょうね、3番ドラを使い切ろうってことですね、清水さん、はい、情報によると、はい、魚谷と東がどうやらこの対局見てるらしいですね、見てますか、はい、まあね、魚谷も東もね、もう女流岡決定戦はほぼ、はい、残る可能性高いので、はい、まあ、相手がねどういう戦いするかっていう情報収集は必ず、研究してるんでしょうね、研究してますよ、はい、さあ和久津がイーソーを暗冠して3万かチーマンですけどね、チーマンビロイーシャンテン、ローマンがないですかね、チーマン打つんじゃないかな、流派もないんだ、あら、そうなると、まあ、とりあえずチーム打って、サイズにこれで役割転配にサブローピン、はい、変化します、ね、サブローピン待ち、イメージしておくっていうことは大事ですよね、こういう仕掛けが多いなとか、はい、ここは押さないなとか、まあ、実際打つとねちょっとイメージと違ったりもすることもあるし、はい、また短期決戦だと違う、あ、これ1かな、ですね、清水サブローピン町でリーチ泉とオナテンです、さあこの白はションパイいった和久津にポンテンが入る、うん、イーソー暗冠してるのでフッパー相対サブローピン、はい、うわイスチーピン、これでも当たりですよね、そうです、サブローピンは当たり、あ、清水のリーチですからね、ある程度の打点は予想できますからね、うん、アイピン切りかサブローピンのままですね、これ掴みましたけど、これは行かないですね、積もってる、あ、積もってたんだ、マンガン、うわぁ、3ピンの方積もってたんだね、そうですね、2003系だ、2003系ですね、うわ、泉も引かないですね、パマ現物ですけど、まあ、ギリギリまで押すんじゃないですか、ソーズどうするかですよね、そうですね、窒素とかウッパー素はかなり怖いですよ、はい、ウソーがまだかなり山にいるのかな、
重曹3枚山にいますね。阿久津のバーソー泉の重曹がギリギリ間に合ったね。そうですね、今日ちょっときついですね。完全やめか、秋はちょっと苦しいか、うん、丸山はね、短期もないし、ピンギリ。さあ、枠2、あー、積もった。いやー、強い枠2。白本一、これは60部で23,900ですね。いやー、枠2、補充してからが強い。この積も上がりでトップ目。いやー、力強い。そうですね、23,900ですね。いや強いね、トップになっちゃったね。はい、さあ難入です。いこれで枠津が抜けたとして、うん、まあ、安田が、来週泉をまくると去年と全く同じ顔合わせになりますね。あ、そうですね、はい、うん、東へのリベンジと、うん、燃えてる3人、いや燃えてますよ、ね、去年はねやられましたからね、はい、押し切られちゃったからね。そうですね、はい、あんなに東が押してくると、はい、多分考えてなかったんですよ、そうですね、全員が、はい、でやっぱ東もその自分がそのまま打ってたらやられちゃうから、はい、スタイル変えて、そうですね、決勝戦、決定戦、はい、臨んできましたからね。最後までそのスタイルを貫いて勝ち切っちゃ、はい、勝ち切りましたからね。で今回はまたどういう作戦で来るかね、はい、分かりませんけどね。もう今度はね、魚谷もみんなその分かってるからね。そうですね、うん、どう対応するかとかね。一番マークされるであろうのが、まあ、東ですからね、うん、現ね、はい、女流とか、はい、まあでもここ残る人たちはもうみんな強いですよね。そうですね、うん、まあ、特に今日の枠津なんかね、パワーがあまり余ってます。やばいですね、ちょっとやばいよ。打っても打っても上がるんだもん、はい、ターミネーターみたいなね。死神ですね。死神だね、はい。清水はイーシャンテン、イッツが見えるイーシャンテンですね。秋はドラ1、はい、秋はリーファーを仕掛けてドラ短期の天敗。バクツはバクツイーシャンテンですね。リアウマサブロー、はい、ウーマあたり引くとね、スチームになる。はい、つもぎりです。うん、マンコにしたイシャンテンチッピンかな、うん、さあ、枠2は差し子が見える、はい、あ、1通の先輩入りましたね、うん、これは泉がこれね、あ、泉いくんじゃない、これどうするか。三蔵は筋ですが、追っかけリーチを打つかどうか、うん、泉はかなりいい町に見えますね。いい町ですね。来ました、泉、はい、ね、泉の補充はありません。ウーマンがあんこ、秋ももうこれ絶対降りないですからね。秋も降りない、はい、秋もウーマンは打たないと思うから。そうですね、あ、ウーマンこれ来た、最後のウーマンが、や、そしては靴が3色の天サブローピン、はい、サブローピン待ち、ピン3色ドライ1、サブローピンでもあんなじゃないですか、強いね。いやー、これは靴が上がりそう。あー、3ピンで上がった、強い。は、靴が3、ピンク3色ドライ1、7700の上がり。うわー、強い。すごいですね。やりたくないですね。ちょっとやばいですね。あ、違うか。あっちの方が3つですね。はい。うわ、やばいな。上がってきたら、やばい、折れた。山井さん、高級したら同じリーグになるかもしれないです。危ないね。バックスさん、昇級しそうなんで。やばい、これやられちゃうね、こんなに。
こんなパワーある人ですね。さあ、木の親番が落ちてしまいました。秋はもう苦しいですね。そうですね、関はかなり苦しい。100万とかしてる、はい。イズビももうここは切り替えて、はい、あのトップ2着でもこれかなり点差つけなきゃいけないから、そうですね、トップ2着だと1万何千点だからね、はい、だから今考えたら5万6000とかなんしなきゃいけないから、ここはね、あの自分が浮いて安田に、ね、あの条件を突きつける方が現実的ですね、はい。まあオラソエありますからね。そうですね、うん、それまで普通に打つしかないですね。まあ、オーラスオヤということで、まあ、上がりに来るのは枠2、うん、まあ秋清水も相当の手配が入っていれば、まあ、そうです ね、ですけどね。一応ね、あの着順で、年末の年度末の、ね、グランプリのね、はい、一応ポイントなんかもあるの で、ね、秋なんか特にここの女流岡の順位とか、大事ですよね、はい、結構大きいんですよ、はい。だからね、まあ、その辺は自分で計算してると思うので、そうですね、一つでも上の着順を狙いに来るっていうことも、はい、可能性もありますね、はい。あの鳳凰戦で A2 リーグにいるとかなりグランプリのポイントが結構ギリギリなところになってくるのでね、秋はそのポイントも考えて順位を狙ってくるでしょう。グランプリというのはですね、年度末に行われる、まあ、プロ連盟のタイトル戦なんかをこうポイント化して、そうですね、その上位、32名ですか、うん、が出場する。あー、これ上がりましたね。枠ツ面単品5800の上がり。その1年間で、はい、あの連盟4月から始まるんですけど、で3月で終わりで法戦で終わるんですけど、はい、その1年間で活躍した選手がね、出てきて1次予選2次予選とやって、はい、ベスト16トーナメントっていうのをやってくる、はい、で法王とか10段がこうシードされてて、ね、はい、ベスト16から、はい、去年は、前田さんが、ね、はい、勝って前田さんが優勝されて、はい、優勝して A1 に、そうですね、優勝の手土産を持って A1 に行ったという。まあ、法王戦もあの決定戦も乗るかもしれない位置にいますから ね、うん、ね、前田さんは。で第1回優勝者が小島明夫先生ですね、はい、はい、というタイトル戦ですよね、はい。小島さんはなんか世界チャンピオンのシードがあるそうで、はい、ちょっといただきました、はい、ありがとうございます。頑張りま す、 いいです、ね、去年はね、時点で乗れなかった。はい、そうなんですね、はい、100ポイントか50ポイントかね。さあ、ワクツの連チャンが続いていますね。ワクツはもうこれはね、まだまだ泉の親があるんで、そうですね、はい、もうできる限り上がりに行くでしょうね、はい、隙を作んないですよ、はい、これでもかぐらい上がり倒して、なんなら魚谷も狙っちゃうかみたいな、狙ってますよもう、はい、魚谷意識してますからね、ワクツは相当。あの2人はね、本当にもう、そうですね、しょっちゅうやり合ってますからね、はい、あと約4万5000点ですね、ワクツ魚谷まで、魚谷まで4万5000点、はい、親の役満が決まると魚谷に並ぶと、で魚谷落ちてくるかもしれない、まあ、そうですね、次にね、はい、でもこれワクツが迫ってきたら、うん、ウータに意地でもワックスだけにはやりたくないって絶対思ってますよ。今 見てますからね。あ、1位通過と2位通過じゃ、はい、まあ、でも3位まで入ればいいんだから、はい、まあ関係ないですからね。はい、泉本一、トータルが今、泉が109.8 ポイントか。ってことは今現状、はい、3着ちょうど安田と並びぐらいかな。そうです ね、 102.2 ポイントなので、はい、安田との点差が約2500点、うん、そうですね、はい、仕掛けていく。泉はなんとか原点キープしてこのハンチャンを追いたいです、うん、でもワクツマクロっていうかあまり考えない方がいいですよね、うん、そうですね、できるだけ安田との差を、はい、あの引き離しておきたいっていう、はい、風に考えてると思いますよ。まあわよくばですけど ね、 そうね、あわよくばワクツもかわしてとは思ってるけど、はい、まあ少なくとも魚谷はかわそうとは思ってないと思います、泉は、
それは靴だけだと思います、ね。はい。泉はイーシャンテンです。でもね、少しでもあのダブルアクマンもありますからね。はい、はい、あのゼロではない限りね、はい、やっぱり、ね。はい、さあ泉はさらに手広くなりましたが、鎮痛だね。そうですね、想像2つ泣いてますので、そうですね、上がりまではちょっときついかな、さすがにね。うわー、テンパった、テンパったね。サブローソー、サブローソー上がりまであるんじゃないですか、これ。サブローソーもう秋も打たないし、これサブローソーってかん、でも急走いったね。一応ポン、サブローソーが1枚、ローソーが2枚あります。まあ、3枚山にあるんじゃないですか。まあ、これ上がると、まあ、それでも1万点差ぐらいですかね。そうですね、うん、3000、6000。さあ泉これを上がると、あ、ね、あ、秋に行きました。からは出ない、うん、やりましたね。スースも打たなかったですね。さあ泉最後の積もる、積もれるか、いない。積もも、ここは無理しない。はい、あ、ここにいたね、相手にいましたね。はい、泉の一人転敗で有局。まあ、これででも浮くのにはね、え、そうですね、かなり、あともう一上がり、はい、ね。いや、しかしね、和屈の強さが目立つ、そうですね、プレーを今回データでしたけどね、非常に強い。さあ南三局、清水最後の親番です。ドラがイーマン、ここは清水も全力で、そうですね、もう最後の親ですからね。はい、実際始まった時は泉和屈っていうのは 68.5 ポイントもあったんですね。そうですね、それを3回でまくっちゃうのがさすがですね、はい、泉和屈は、まあ、特に泉ですね、この親は一刻も早く流したいですよね。先制リーチとかされるとちょっと押しづらいですよね、はいはい、うん、この清水の親番、まあ、先制リーチされたら宝珠だけは嫌ですよね、泉も和屈も積もられる分には2人で沈んでいくんで、はい、はい、リアンシャンテンか、はい、リアンシャンテンですね。アンパイ残してますね。サイズには初ポンしていくんでしょうかね。どうですかね、あんまり短くしてね、これ失点してっていうのは怖いですよね。はい、さあワクツイシャンテン、これで役割でしたね、うん、できればリーチはしたくない泉と和屈、うん、泉はね、まだ打点も欲しいし、はい、まあそうですね、和屈はあんましたくないですね、うん、隙を作りたくない、はい、でも大谷かわそうとしてるからね、ちょっといいかもしれないですね、まあ、あと48,000点ここで羽根間上がってオーラス役満みたいな見てるかもしれないですよ。いつもはスーピン。でもまあ今ね、やっぱ魚谷和屈のこう勢いというかね、強い2人がこう、はい、決勝にしょっちゅうね常連で乗る、そのやっぱ2人にこう触発されてというかね、他の周りの若手の上流だったりとか、はい、まあ、あとね、ベテラン上流なんかもすごくこう、なんていうか、いい状態になってますね、上流の中でも刺激を受けてね、ると負けたくないっていうのがね、すごく出て、はい、清水リーチいかないんですね、これ。そうですね、それは闇転してますよね、まあ、闇雲にリーチいってもダメだってことですかね、まあ、もうドラが、はい、行きましたね、ここで、うん、ドラが1個あるからね、もういい班欲しいなと思ったんですよね、
できるか。さあ泉はドラも浮いていますし、うん、ここはちょっと行きづらいか。初も泣きませんでしたね、初の統一落とし、うん、さあ、あとは枠2に天杯が入るかどうかというところですね。数層か、ここは、全杯2枚切れの順を切っていきます。枠2も行かないと思います、状況的には行かないです。ただアマゾネスなので、もうテンポ入ったら魚谷見てますからね、魚谷、はい、あ、さすがに現物、さすがに現物です、はい、ここで打ったらさすがに取り戻せないような気もするしな、はい、取り戻す曲があんまりないので、そうですね、トンバだとね、まだ取り戻せることみたい、はい、さあこれは清水の連チャンが濃厚になってきました、うん、そう、ギリギリまでにも粘りますよね。そうですね、うん、秋の手入ってるね、うん、はい、さあ枠2、ね、天杯取りに行きますね。パーピン、パーピン、パーピンはないか。あ、ただこの地で嘘積もりました清水、2600オールのつま上がり、まあ、枠2は全然平気ですよね。そうですね、どっちにしろ脳天と、はい、そんな変わらないですからね。泉は痛いね。そうですね、あの浮きに遠くなりましたからね。そうそう、遠くなっちゃった、はい、冷静な表情してましたけど、実はやめてみたいな感じだと思いますよ、はい、清水のなかなか良さそうに見えますね。ドラがイーマン、安田は今ね、見てれば応援してますし、もっと上がれ、はい、あ、ドラドラだった、じゃあ、ね、ワクツですね、はい、ワクツ、ドラドラドラゾネス、ドラゾネスですか、清水もイーシャンテンですね、単品のイーシャンテン、うん、早そう、女流も今ね、3つのリングあるんですね、 A と B と C とね、はい、で、小高級して高級3人か、3人、3人ですね、はい、昇級が4人ですよね、が、はい、宮内さんもこう上がってきたという、はい、宮内、ね、沢村、沢村、室伏、室伏さん、中川ゆかりと、中川ゆかりがね、はい、じゃあ、3級明けの平岡理恵が復帰して、うん、あ、その5人が入ると、じゃあ来期も面白そうです ね、はい、中川さんは関西からですかね。そうですね、この間もロンドンのリアル大会で、お会いしましたけど、はい、あのプロの中でナンバーワンでしたよ、一番。あ、そうなんですね、はい、はい、リアル大会でなかなかやりますね、なかなか、はい、さあこれでイーペーコーも見てきましたね、ちゃおうと、ドラドラの手配、天杯か、あ、さあ違う、これは天杯にはなりません。これはつもぎりか、イーマンがドラなるほどね、なんか、まあ、でも単品ペコの方がいいですよね、そうですね、イーシャンテン、さあイーシャンテンだ、お、天杯った、うわ高い、いや嘘、
泉苦しいね。そうですね、泉これ飛び込んでも積もられてもきついですね。ワックスが飛び込むとはちょっと思えないからね。いや、わかんないですよ。わかんない、わかんないですよ。いや、ここは飛び込まないと思うよ、さすがに。ウーピン現物乱走記録かと思ってますよ、これ。うわー、ほら、嘘、ほら、ほら、ワックスい、ワックスい、ね、これはすごい。もう最後まで戦おうということですね。はい、すごい、すごいね。これは何で言ったんだろう、俺ちょっと分かんないな、これ。あ、まあまあ点差がまだ、そうか、泉が、そうだね、泉との差はすごいあるもんね。まあそうですね。なるほどな。まあでもこれ射程圏内入っちゃいましたよ。まあ射程圏内 ね、最後の親が、ね、泉にとってはラッキーな宝珠。うん、そうだね。ただ振り込んでからがワクツですからね。そう、振り込んでから上がるからね、はい、また跳ね物とか上がる。さあ、ちょっとこれ、ね、シーズがメンタンピン、イペコ11600の上がりでした。うん、すごいね、ワクチは攻撃の手を緩めない、はい、緩めないですね。これ決定戦も見据えて下手にこうひよって決定戦を迎えたくないっていう、ちょっとすごいオカルト的な話ですけど、そういうのはあるんですかね。ちょっと後で聞いてみたいと思いますけどね。そうですね、はい。まあ、点差を、まあ泉との点差でしょうね。まあ、小山打ってもまだ上だからっていうことだと思います。清水の打点も読みづらいのは読みづらいですもんね。最後の親で、はい、あの愚形って可能性もあるし、ね、打点も読みづらいです、確かに。しかし現物あっていい射程だからね。そうですね。とりあえずウーピン切りそうですけどね。うん、うわー、二階堂鎮痛、鎮痛ですね。中連ですか。中連のリアンシャン点ですよ。中連、あ、本当だ。 E ピンと Q ピン統一。 E ピン、 Q ピン引けば中連の天敗だ。中連ダブルヤクマじゃないよね。シングルですね。シングルか。ちょっと E ピン Q ピンまだ2枚ずついますよ。まだ2枚ずつある、うん、いや、これあるんじゃないですか。あるの。中連はね、テレビ対局で小島先生と藤原先生、はい、藤原先生、藤原さんとしか上がってないよ。そうですね、うん、いや、これはあるんじゃないか。 E ピン Q ピン引くとスーピン待ちですね。まあ、スーピン、スーピンで中連ですね。イスピン、イスピン、イスピンか、引け。いや、まだ山にはいっぱいあります。スーピンも山さん、ヤクマ上がるとどうなるんだこれ。もしかして泉は買わせるかもしれないね。うわ、白重なっちゃったね。まあ、ただこれ絶対、まあ、テンパっても、うん、テンパ取らないですよ ね。中連の可能性あるからね。中連のリアンシャン点ですもんね。あー、キューピンが、あ、まだ、うわー、スーピンが、いや、スーピンまだあるでしょ。スーピンまだあります。来た来た来た、いいシャン点来た来た。スーピン引くと何待ちなのこれ。まあ、スーピン引くとキューピンでしか上がってほしくないね。ウーピンキューピンのシャンポンですね。うん、まあ、そうでしか上がらないでしょうね。うん、来い、うわ、まだ山には2枚、キューピンが1枚、スーピンが1枚。今回関係ない。さあ、2階、2階ドアキー、中連宝刀のイシャンテン。テンパレ、あ、誰泣いたの。ワクツちょっと、ワクツが泣いた。ワクツさん、ちょっと邪魔する。ワクツが泣いた。ただこの泣きで、あ、来るか。テンパ入るか。来い。はい、来た。あ、ダメだ。3ピン、これは嬉しくない。テンパでもない、ね。テンパでもないですね。とりあえず白、とりあえずね、はい、バクツイシャンテンか。でも清水もテンパイしないとね。そうですね、親が流れちゃうよ。さあ、秋テンパイ、どうだ、はい、なんスーピン引け、スーピン引いたら何切るのこれ。3ピンじゃないですか。3ピン切るか、3ピンだよね。まあ、まあまあ、9ピンでしか上がらないんで、上がりにくい方にしそうですね。上がりにくい、そうか、そういう考え方あるね。うわー、リュウハ、スーピンでもキューピンでもいい。そうですね、テンパイしてほしい。あるもんね、まだありますね、まだあります。キューピンが1枚と、キューピン1枚、スーピンが2枚。スーピン2枚もあるんだ。スーピン2枚ありますよ。うわー、あれ、泉はこれイシャンテンか。さあ、あー、ワックスがまた泣いた。テンパイ、サブローマン、ちょっとまだ山は積もあるね。さあ、ただこの泣きでまたテンパらないかな。テンパれ、あ、テンパった、テンパった、
中連天敗、秋中連天敗だ。和靴キーピン使ったら打っちゃうんじゃないのこれ。さあ秋中連ポートの天敗。3ピンでいいでしょう。もう分かる、間違いがね、和靴に当たらない方を切りたいですよね。うん、まあ9ピン、おそらく9ピンでしか当たらないと思うので、じゃあウーピン、ウーピン、ウーピンは筋だからね。そうです、ウーピン切るとイースピン9ピン、ウーピン切るとイースピン9ピンだね。そうですね、うん、さあウーピン切った、これはイースピン9ピン、中連だ、9ピン9ピン、和靴が強い。うわ、もうちょっとこれはツモ見たかった。見たかったね、1枚あったから。はい、和靴先輩までか。はい、面白い。でもそうですね、またオラスです。はい、300、500のツモ上がりでした。そうです、やるね。しかしね、キューピンでも打ったんじゃない。いや、そう、打ち、ま、多分打ちますよ、あれ打ちますよね。やるな。いやー、秋見せてくれます、最後まで。はい、中連ポートの天敗でした。面白かった。ただ今多分泉か和靴から直撃すると、うん、どっちかかわしたと思います。そうですね、かわしますよね、うん、トップだから。そうだと泉かわしたかなくらいかな。そうですね、かわ、おそらくかわギリギリか、うん、泉ラスになるのでかわしたかもしれないですね。トップラスだと 43,100 差だから多分変わってますね。そうですね、はい、変わしてます。2着にはなって、安田よりちょっと上に行くかどうかは、もう安田にはちょっと届かないぐらい、うん、泉はかわして安田がへこめばね、可能性あったんで。そうですね、すごい。いやー、中連ポートの天敗久しぶりに見ましたね。役満 ね、よくここ夏目坂スタジオは出ますけど、まだ中連は、ね、中連ないですよね。数案校国史、あと第三元、水素なんかもあったっけ、福光プロが、ね、小数子水素でしたかな。はい、いやー、サオラスですね、これ。泉は連チャン、はい、和靴はもう、ああもう早いね、はい、ポンポン支点のイーシャンテンだね。ああそうですね、タイヤオのイーシャンテン。泉も落ちてきた。 ただ泉このまま終わるとラスですので、ラスか、安田より下ですね。あ、このリアマンポンテンだ。うわうわ、和靴三郎層の天敗。これはもう、これは泉厳しいか。厳しいね。さあ和靴が上がると、あとは安田の結果次第になってしまいそう。3枚サブロソ、泉は打ちそう。他が天敗気配あったらね、打たないと思いますけどね、はい、まあこれだったらもう泉がリーチしても降りなさそうですよね。そうですね、うん、山田天敗だったらもう最後まで行けるでしょう。9万かな、うん、三八尾でね。さあ泉もただかなり苦しい。はい、和靴三郎層の単葉の天敗。はい、泉が追いつけるか。はい、急走。今ちょっと点数がおそらく合ってないんですが、うん、点数が合ってない。はい、泉はどっちみち連チャン。あー、3増重ねた。そうそう、9万だね。チートネシャンテンでもあります。まだ2枚あるかな、サブロスがね。はい、そうですね、3枚、泉転廃しないと ね、このままだとメンツだと連チャンテンですからね。そうですね、チートだと一緒に点だけど。さあ、ここに三蔵がいった、残り1枚。
するんだろう。ちょっと言いそうかな。言いそう。はい。そうですね。さあ泉天杯入るか。チュン。言いそう。チーする手もあったけどな。チーしてイシャンテンですか。うん。統一落としっぽいからね。はい。そうですね。あで裾でテンパー取れてたね、イソチーすると。うね、どうかな、これチートにすると相当きついと思うんだよね。ここで動くか。ここで一歩遅れたか。一歩遅れたね。でももうイシャンテンした方がいいよね。そうですね、泣いた方がいい、良さそうですね。うん、のイシャンテンの方がいいと思います。はい、泣いてパーマンか。うん、2枚切れのパーマン切っていきます。いやこれもう一歩早かったからな。そうですね。あ、でも酸素食い下げたね。本当だ、積もられてる酸素、うん、下げました。もう一手だから早く泣けば。そうですね、あと1回かな、積もが。うわ、清水テンパ入った。あ、テンパんない。そうですね、残り積も1回もうないですね。あ、もうないのか、最後清水が入ってですね、うん、阿久津何年にはねを入れてやめるか。阿久津さんもここで補充したりテンパイ取らせるのバカ臭いからね。さすがにここはもう現物でしょ。ションパイ、はい、リャンピン打ちますよ。打つんだ。打った。最後まで当たってんじゃないのこれな。当たってないのか。無双短期ですね。はい、はい、清水阿久津の2人テンパイで流局。いや、最後まで常識を超えた。そうですね、打敗がいろいろね、はい、面白かったですけど、はい、この結果、うん、おそらくですが阿久津が暫定2位です ね、 そ、 ですね、うん、はい、そして泉が、暫定4位ですね。安田の方が上になったと思います。安田の方が上になりましたね、はい、そして、秋清水は、決定戦進出かなわずと、うんうん、そうですね、はい、無理ですね、はい。で来週また水曜日に今度は魚谷、安田、ね、中田、斉藤との戦いが、はい、あって、その結果決定戦進出と。ね、まあ魚谷はねほぼ固いと思うんですよ。魚谷は靴はほぼ、うん、ほぼ当確と、ね、まあ魚谷はまあ魚谷もまあ直接対決ですね。今日のね麻雀見てる、何が起こるかは本当わかんないんで、魚谷もちょっと油断できないかもしれないですね、はい、うん、安田がボーンといって、はい、で中田あたりがボーンとくるとね、130ポイント差あるけど、まあ130だったらさすがに負けないか。そうですね、大丈夫だと思いますけど、と思いますけど、はい、魚谷は靴はほぼ確定と、だからあともう一席を安田がかわすのか、はい、また中田斉藤がかわすのか、はい、泉が残るか、そういう戦いですね。はい、魚谷が頑張れば泉が残るし、うん、でも魚谷もね流す形になると思うんですよね、はい、そうですね、うん、はい、じゃあいつも通り、インタビューの方を行っていきましょう。読みますか、はい、おそらく卓上であの300点表示があってなかったんですが、反応してなかっただけだと思いますので、おそらく和屈の点数だとは思うんですが、2人ずつ読むんですか。そうですね、はい、2人ずつ読みたいと思います。最終的な、点数は出たと思いますが、今確認しているところなのでお待ちください。でも今日面白かったです ね、 ですね、あの序盤からこうなんていうか、今日は戦うぞっていうようなね、はい、姿勢が今点数確認しているところです ね、 80名いたんだね。阿久津は 88.5 100ポイント差変わったってことですよね。そうですね、うん、いやー、あ、いろいろありましたね。 B 宅は、1週間後の、水曜日ですね。そうですね、11月26日の水曜日17時から放送で。これはね面白いですよ。ポイントがもう目標ができているから、ね、安田とね、はい、中田斉藤の大接戦ですよ。斉藤もだって 46.2 あるから、はい、
全然ありですよね。ですね、直接対決で、まあ、約50ポイント差をまくればいいわけですから、安田よりも上に行って、はい、さらに泉のポイントをまくればっていう戦いですから、はい、これは熱いね、来週はね。でも安田が勝つとまた来年、去年と一緒だ、一緒ですね、はい、まあ、それはそれで面白いけど ね、まあ、今のところその可能性が一番高いですけどね。さあ、じゃあ誰から、あきちゃんと清水さんかな、はい、そうですね、そうなりそうかな。皆さんもね、何か聞きたいことがあったらちょっとね、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。中連、はい、中連見たかった、すごい。100万条件なんでね、はい、100万しか狙ってなかったんですけど。あれ100万上がるとかなり、そうですね、守るとね、多分泉かわしますよね。うんうん、で直撃だとどっちもか、多分どっちかかる、ね、ですね。あの最後、もつもなかったんですけど、はいはい、一応どっちかから高めが出た時だけ上がろうと思って、爆発が掴むと出ました、多分出ました、ね、私もそう思いました、はい、人打つんだろうなと思って、はい、うん、いやあれ、イーシャンテの時に E ピンが2枚、Q ピンが2枚、スーピンが3枚とかあって、うん、これ転敗するんじゃないかなと思ったんですけど、いや見たかった、すごいドキドキしましたね。転敗が遅かったですね。遅かったですね、うん、はい、もっと早くね、転敗かなと思って、ああそう、あとリュウイーソーがありましたね、うん、そうですね、相当リュウイーソー濃く見えたと思うんですけど、もうなんダブナン統一になっちゃって、はい、うーんとか思って、しかもトモナカルスだし、うーんとか思ったんですけど、しかもソーズのね、まあ、2、3、4、6、8、何も引かないと思って、そうですね、参考になっちゃったらまあしょうがないですよ ね、うん、僕ね、今日アキちゃんが勝てなかったポイントは、あの酸素値だと思うんですよ、あの、うん、私もそう思います。あれ上がった後でドラドラだったんだけど、うん、あの面前でいくとどうだったかなと、もしくはもうちょっとギリギリまで粘って仕掛けると、うん、あのね、流れてはなかったんだよね、一応3万とか2万は流れて、うん、単葉系には行くんだけど、スッチマ1枚も流れてないんですか。スッチマは流れてないです。だからどうなったかなっていうのあったんだけど、じゃあチートイとかになったかもしれないですね。トイトイ、タイヤをトイトイとか、まあ、そういう系統にはなったかなって、うん、なんかあの数万個のカンローマンだったじゃないですか、はいはい、スッチマ1枚くらい流れてそうだなとか思ったんですけど、あそこがポイントだったかなと思って、はい、そうですね、シンさんはもう前半からかなりね良かったんですけど、なんか2回戦目でね、最初トップですもんね。そうなんですよね。でも金さんのトップだったんですよね。ちょっと2回戦から展望を意識しすぎたかなってところはあったんですよね。もうちょっと2回戦、出だしよかったんですけど、はいはい、あんまり本調子じゃなかったから、それに、流れに任せてもうちょっと普通に打たなきゃいけなかったところがあったような気がします。今日はね、かなりもう4人ともバンバンぶつかる、ね、最初からもう誰も引かないぞみたいなね、あきちゃんもあの本一の3品バーンっていって ね、 そうですね、1回戦ですね、あれ全部手出しじゃ、あの全部つもぎりだったから、まだイーシャンテンだなって多分判断したと思ったんですね。本一は本一だと思ってたんですけど、まあ、テンパイかどっちか分かんないなって思ったら、まあ、一応2品勝負してるんで、そうですね、そこでまあ恨めってるから本当はやめた方がいいと思うんですけど、そいつの下払っていけるんで、うーんって思ったんですけどね、もう1枚くらい押そうかなっていう感じでした。清水さんがね、判断早くて、あれチーピンもから切りできるんで、から切りっていうかスライドできるんだけど、もうノータイムでバーンとスーピン打って、だからちょっとテンパイなのかイーシャンテなのか分かりづらいなっていうのがあったんですよね、そういう部分でもかなり、はい、そう、手出しはね、ちょっとさすがにできない、そうですね、感じだったんで。しかし、阿久津さんどうでしたか。いや、すごいですね。すごいですよ。よく上がりますね、本当に。ね。で、登場してから上がるんですよね。キャンソルタで清水さんの、あの最後の4番でアンソー。はい。イーシャンテンなんですけど、あれ打ったのはすごい衝撃的でしたね。いや、もうだって状況的に泉さんと2万点ぐらい離れてね、打たなくてもね。そうですね。全然降りてもいいところで、まあ、おやりですからね。何がね、最後もナー打ってますからね、あれ。ナー当たってもそうだね、そうだね、そうですね、何がここまでね、阿久津さんをこう
押す背中押すのか分かんないけど、うん、今日はもうでも多分一日攻め切ろうと思ったんじゃないですかね。うん、ねもうすごい本当に押し切りましたけど ね、 そうね多分来週のねほら結果待ちとかになるならやっぱり少しでもポイントまで伸ばしちゃおうと、はい、うん、そういうことですよね。はい、じゃあお二人は、まあ決定戦はまあまあそうですねかなりというかもう、うん、はい、厳しいですね。はい、はい、A リーグ残留と、はい、なったわけですけれども、まあ来年から女流王家の A リーグは全卓生放送ということで、うん、またお二人ねまた毎月見れると思いますけど、ね、うん、面白かったですね今日の戦いもね、はい、まあ、今日のような戦いが毎月見れるということで、うん、何かまた来年へのねこう抱負か何かをお二人にいただいて、うん、はい、私は3期4期と連覇してその後後期は決勝で負けてその後決勝乗ってないの残ってないですね、まあ、じゃあちょっとね決勝に久々にね来たら、はい、目指したいんですけれどもね残念でしたねまあ来年頑張ります。はい、牧師はプロリーグもありますからね、プロリーグ、ね、A1 昇級と女流かね決勝目指してでもそうオカルトじゃないんですけど、うん、この間浮いたんで、うん、ちょっとダメっぽいなと思ったんですよあそういうのはありますよ、うん、どっちかは浮くだろうなと思ったんですけど、うん、こっちでちょっと力使ってくる負けてくれた方がいいかないやいやいやでもあれじゃないですか失うものの大きさが結構違うじゃないですか、うん、そうまあ、決勝と高級だったら高級しちゃったらもうチャンスないじゃないですか、まあ、そう、ね、山井さんのこんなこと言うのもあれですけどまだ分かんないんでいやいやいやあと2節あるには全然分かんないですけど A2 の残留は大事ですよで、はい、まだ来季は A リーグで一応まあ挑戦できるじゃないですか、うん、そうですね、うん、はい、じゃあいいところでパワーを使ったということですね、うん、まあでも今回は失うものがなかったんで私もともと4位だったんで、うんうんうん、ブリブリ行って今日は攻めようと思った日にいっぱい当たり牌を掴んだっていうだけで、うん、もういいんです今日はもういいんですはい、はい、じゃあ頑張ってください、はい、頑張ってください。じゃあ清水さんも一言いただいて、はい、やっぱりいつもね去年もそうだったと思うんですけど、はい、プレーオフまでの位置が悪いですよねやっぱりね、今回8位でのギリギリのラインでのプレーオフ進出となったわけですけども、やっぱりその 1年間のというか6回、まあ、5回戦6回戦のまでのトータルの戦い方が良くないような気がします、はい、全体的に、はい、やっぱダメな時にもうちょっと抑えて、うん、トータルの成績ある程度残さないと、はい、そうやっぱり苦しいは苦しいんで、うん、それを来年のちょっと課題にしたいと思います。はい、清水さんは第6節が 71.3 ポイントプラスなんですけど、うん、第2節がマイナス 76.5 と、ね、結構大きくマイナスしてしまった節があるということで、はい、はい、じゃあまた来季以降でも清水さん の、 かっこいい麻雀をまたみんな見たいと思うのでね、ありがとうございます。はい、先生また来年もぜひ見せて男前だもん、はい、と思います。褒めてるする、はい、大好きです、ありがとうございます。はい、それではお二人また来年頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは、泉さんと和久さんをお呼びしてお話聞いていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと、さんはちょっと後で、はい、私はちょっと後ですか。はい、もうちょっと嬉しくて泣いてるんですかね。おトイレです。おトイレですね、はい、どうでしたかね、泉さんは。いや、もうなんかトータル何ポイントになったんですか。今出てますね、26.2。なるほど。安田との差が 2.5 ポイント、2.5 ポイントですね。そうですね、3.5、まあ、3.5 ポイントか。はい、まあ、魚谷さんに頑張ってもらうしかないですねまあこういうのは大体無理なの知ってるんで、うん、はい、期待はしません。今日 どこですか。最終戦が、チーマンか、あれが中途半端だったかなっていう。最終戦のチーマン、3回戦ですね。3回戦、3回戦オラス、バクツさんがダブナントイというドラさんを、あれダブナー掴んでテンパってたのかな、テンパってたんだけどダブナー掴んで
さすがに切れないなっつって、何短期に受け替えれないかなとかずっと粘ったんですよね。はい、思考回路をしてみたらひどいことになりました。そうですね。あれで結局跳ね曲がられて、脇さん一気吹き返してトップまで行ったんですよね。そうですね。うん、あれがちょっとおとなしくパーピン切ればよかったですね。うん、アコがベタ折りすると脇さんが割れなかったから、もしかしたら最後ね着順勝負とかなったかなっていう感じですかね。あとは全体的に結構砲順も少なくてしっかり打ってるなとは思いましたけどね。いやそうですかね。どの辺が敗因ってわけじゃないけど、なんでしょうね、泣きに、まあそのチームもそうですけど泣きに対応できなかったかなっていう、なんか結構ポンとかチリとかさせてるんで砲順はしてないんですけど、まあでもギリギリ攻めるのはね泉さんの持ち味と思いますもんね。なんか絵合わせみたいになってたけど、ちょっと考えがすごく浅かったかなと。浅かったです、はい、そんな深く考えるのもともと得意じゃないけど。あとあの最後のチーマン切って、あのチュントのシャンポンシャン、あそうですね、あ、そうなんですか、あれが見事にウッパーマンにできて、あとローマン切るとカンパーマンチャンタイペコですね、もできたし、はい、はい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 、あれはいや、パーマンが1枚切れてるんで、うん、本当はやっぱりちゃんたいペーコーにしたいですけど、ドラウマンだったんですよね、ドラウマンで、うん、パーマンでリーチをかけるのもなんか悔しいじゃないですか、悔しい、まあ、ちゃんたが崩れるからね、ただのリーのみになるから、うん、だったらちょっと順当のバッターの方が出玉でも上がれるし、うん、親の現物でしたしね。そうですね、和久津さんが仕掛けてたんですよね。アキちゃんあれ結構高い手だったよね、確かね。そうですね、アキさんが面単品ドラドラのリーチでしたね、うん、で、ワクツさんがチューンを打って、はい、なんかね、すごいいい上がりだったんだけど、うん、そうですね、うんうん、あれは良かったかなと。あの瞬間上がってくれないともう超辛いんだ私。でも降りちゃうでしょ、あれ降りないか、降りないですね、降りちゃうからね、ここで降りるって言われたら嘘でしょってなっちゃう、最後まで降りませんでした、最後まで降りない。今日和久さん、今日はあの魚谷さんをまくろうと思ってたんですか。え、そういうわけではないですか。そうでしょ、私ですか、はい、魚谷さんだったんでしょ目標は。何ですか、違うんですか。まずだってあのスッチーピンリーチはどうだったの、単品ドラドラの、はい、ペーコーみたいな、はい、あれのリーチを僕は聞きたかった。はい、はい、ですね。なんでリーチしたの？なんで一回戦二回戦だった。あれですよね。ドラスーソーのイーペーコー出来合いのやつですよね。うん、そうそうそう。闇、うん、天でマンガンで積もって跳ねマンだったんだけど、うん、私の皮が弱すぎたんです。皮が弱すぎた。そう、私の皮が弱すぎたんで。街を絞れないってこと？相手が。いや、多分ダマにしてたらもしかしたら出るかもしれないんですけど、うん、あ、そうそう、多分私が、出ちゃうんかな、出た、すぐ、私がね、多分ダマにしてたら多分みんな押すと思うんですよね、うん、そうですね、多分誰も、あの人テンパってる、あの人ダマで跳ねまん、積もって跳ねまんテンパってる多分思わないと思ったんですよね、うん、だから一応一番両面に動いたのはあそこのローピンパーピンハイパイから持ってて、うん、あれだけなんですよ、スッチーピンだけなんですよ、両面動くのったのが、ね、でサブロンは先に引いてるんで、うん、で、まあ、積もるとしたらスッチーピンだなと思ったんで、ちょサブロンにしたらちょっと考えちゃうんですけど、うん、スッチーピンはリーチしようと思ってて、サブロンも薄くなっちゃったんだよね、まあ、そうですね、若干抑え込みっていうよりも、うん、空振った時のことはあんまり考えてない、空振ったとしてもいいだと思って、うん、その次のハンちゃんのトンパツのダブトン待ちもリーチしてるんですよね、うんうん、そう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 ですね、あれも闇天にするかなと僕は思ったんだけど、ね、私あの秋さんとか泉さん対応型だと思うんですけど、うん、対応型の多い時はリーチの方がちょっと得かなとちょっとだけ思ったんですけど、うん、どうなんですかね、実際対応してもらったかどうかちょっとタイムシフト全部見てみないと分かんないんですけど、うん、ね、なんだっけな、サブロッキーピンのリーチの時に、うん、泉さんと秋さんに押されたんですよね、うん、で結局秋さん9ピン掴んじゃって、ね、打っちゃったんですけど、はい、あの時にあもう今日は全部リーチしようって、ね、はいはいはい、うん、決めましたね、もうあの手が入ってたら多分
リーチでもダマでも何でも押すだとしたらリーチって言った方が、まあ、点数的にも積もう回数的にもちょっとかなと思って、うん、タチちゃんはねやっぱり今日最初から戦う姿勢が ね、はい、出てましたよね思ったんで、はい、いやしかし中連あったんですか中連南三局最初の南三局にアキちゃんのそう枠津さんがサブウーピン切っててサブローワンのローワン積もったやつ、はいピンキーってテンパイで積もんないでほしいなと思って、うん、だって中連みたいな打っちゃうね、ですよね打っちゃうでしょキューピンキューピン、うん、キューピンキューピンすごいでも気配は出てたと思いますよ、うん、キューピンはねピンズ77考えまして最後あきちゃんウーピンですよね、うんうん、中連だと思うなるね、まさかねで私でもあきちゃんが、うんツモ数えてたんですよ、うんうん、私のツモあんのかなみたいな顔して、うんうん、だから降りるかもしれないですね、うん、数ワンそしたら数ワン切って2人に数ワンが通るかどうか私確認してたんですよ、うん、あのもうピンズ打てなかったら数ワンしか切る範囲ないんで、うん、数ワン通るかどうかちょっと見てたんですけどちょっと引いた範囲によりますね、うん、もしかしたら切るかもしれないですけどもうあいつさっき今リャンソー打ったのはリャンソー清水さんにいい射点でしたね集中力切れですね集中力切れなのあれはすいませんあもうあの香織さんに当たる想図で当たる形はサブローソーって先に決めて手組みしてたんですよでリーチが入る寸前にリャンソー打てたんですけど、うん、リャンソー残しちゃったんですけど2、4、5、6、6で持ったもんねそうですねこれあのアキさんのパワー切りがイーシャンテンかテンパイかちょっと分かんなかったですよね香織さんのリッチにパーマン切り、うん、香織さんのリッチにパワー切りアキちゃん言ってないアキちゃん言ってないですか、うん、ちょっと分かんなかったんで、うん、どうしようかなと思ってアキさんの方が高い可能性あるじゃないですか、うんうん、でと思ったんで、まあ、香織さんにリャンゾー当たるとしたサブローソン筋でしょと思って切っちゃいましたねドラ3枚見えてたんで自分から、うん、そしたらピンピン力と言われてちょっとあの思考が停止しましたドラ以外もね役割があるんでもうほんと今日サーカスみたいな麻雀で本当すいませんすごいでもバーンってトンバで打っても必ず難波で盛り返しねサーカスだと今日あの薬経店から大民家2個大民家頑張ればねちょっと自分でも笑いましたね、はい、2個も大変かだって役がないんですよ、ね、そうそうそうさすがにもうなんか怖くて3人ユキなんか使うんでヒャって言ってたんだよヒャッつってて何使うんだろうと思ってでもヒャって言った範囲は、うん、じゃないその次に聞いてきたのが切れなかったんだけど結局、うんうん、ヒャだっけヒャッつってて最後3品掴んだの覚えてるんだけどその前何切ってはい、本当見てる方がハラハラする得点表が出ましたけど枠津さんが今日プラス 88.9 ですねトータル 141.9、うん、そして泉さんがマイナス 25.3 で、トータルが 96.2 ポイントと、なっていますさあ枠津さんこれはまあ大体安泰なところじゃないですか、うんうん、そうなんですか、ね、これ、はい、香織さんにピンピン録打たなかったまあさらに良かったんですけど、まあほぼ 99.9% ないですね、はい、いや奇跡起きますね、はい、私実は諦めてたんですけど、うんはい、この間なんかあのニコ生のイベントの時に、はいはいはい、ファンの方に、はい、僕は諦めてませんって言われてなるほどじゃあ私も、はい、じゃあ私もと思って、はいうん、ありがとうございます、はいまあ、最後までね諦めないところがいいところですからね、はいはい決定戦を見据えてなんか最後まで生き切るのかなっていう考えなのかなって僕思ったんですけど何も打ったもんね最後ねそれもありましたね、うん、なんかこれは打ってこれは打たないみたいな、うん、まあじゃあ私にはできないんだなってもう途中で打ちながら気づいて、はい、もう全部いけばいいじゃんバカと思って全部いっちゃいましたまあ来週 B 卓あるんですけどまあ、その結果次第ですが現状ですと魚谷、枠津安田と、うんそして東という去年と全く同じメンバーですけれども、ね、あそうなんだ、はい
まあまだあのもちろん分かりませんけどね。まあそうですね。はい。高橋さん何言ったんですか。いや僕何も言ってないです。あの拾わない拾わないですか。はい。なんかね、古橋さん悪口言ってるって言った。いや全然何も言ってないです。全然言ってないです。やめてください。ドラゾネスとか言ってたね。ドラゾネスは言ってましたね。あ、それは、はい、あドラしか言ってます。はい。あと何て言ってた。あとは特に言ってないですよ。言ってない。はい。はい。言ってないですよ。はい、じゃあ、ワックスさんプレーオフ、終わって、まあ、次決定戦ですけどね。そうですね。はい、まあ残るとね、仮定して、仮定して、はい、まあまだ決定ではないですけどね。はい、残るとして、あ、はい、プロクイーンもありますね。そうですね。はい、うん、プロクイーンが来週の金曜日ですね。大変ですね、いろいろ試合を。プロクイーンが、そうなんですよ。こう負けてプロクイーン出るのと勝ってプロクイーン出るのちょっと違ったんで。そっか、東枠2内山かやもりというメンバーですね。プロクイーン、これ女流岡の前哨戦ということで、まずはプロクイーン、プロクイーンの方が先だもんね、はい、決勝がね、決勝も先です、はい、決勝も先、はい、じゃあプロクイーンと女流岡決定戦も含めて今後の意気込みを枠さんお願いします。はい、あの見苦しいとこもあったと思うんですけど、あのなんか応援してる人となんかやりすぎだろって言ってる人と半々ぐらいだと思うんですけど、あの応援してる人のためにも頑張るんで、あの、ま、もうちょっと応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃ泉さんもまだ可能性としては全然、はい、あの全然ありますので、まあ、残ると仮定してちょっとね、はい、結局お願いします。残ると仮定して、はい、まあ、残った時はネガティブだから。じゃあまあ終わって、はい、感想、そうですね、あのまあでもそんな気がしてました。本当になんか多分負けるんだろうなと思ってたんで。そうそう、ちょっと、うん、あの来年までに生まれ変わってこようと思います。いや待って待って待って、まだあるから。はい、ありがとうございます。はい、はい、すみませんでした。はい、まあ、お二人あのプロリーグの方も B2 リーグということで、あの二人とも B2 の、はい、来季山井さんと一緒のリーグに、はい、はい、あの泉さんは上がってきてもいいんで、はいはい、枠さん昇級上がりそうだね、大魔女さん。はい、ということで、来週ですね、来週の水曜日、プレーオフの B 卓です。対局メンバーが魚谷優美、安田麻里奈、中田香奈、斉藤理恵、この4名での対局となっております。実況は私古橋が、そして解説は今野慎太郎プロとなっておりますので、ぜひそちらもご覧ください。